いや、しんどい。めちゃくちゃしんどいっす。撤退って言って。おはようございます。賓客メタボハイカーの誠司です。今日はね、日本で2番目に高い北岳に挑戦したいと思います。天気のいいとこ探したらもうこのエリアしかなかったんですよね。天気も良かったのでやってきました。で、今日は行程は今、広河原のバス停に来てます。ここから、肩の小屋で転泊して、で、行けたら今日中に北岳登って一泊して帰ってこようかなと思います。予報ではいい天気なのでちょっと期待していきたいと思いますが、何はともあれ、肩の小屋までたどり着けるかがちょっと一番の今日の課題となります。ちょっと荷物も結構重たいのでかなり心配なんですけど、ちょっと頑張ってね、なんとか気合入れて、肩の小屋までまずは行っていきたいと思います。じゃあ行ってきます。広河原まではマイカー規制があるので、車はこちらの足安駐車場に停めてからバスか乗り合いタクシーで移動となります。今年は各所での通行止めがあるので、山梨交通のホームページをご覧ください。始発は5時15分です。なお公共交通機関では JR 甲府駅からバスで行くことができます。料金は足安駐車場から広河原までは1750円となります。足安バス停から広河原まではおよそ50分で到着します。バス停の目の前には令和4年にリニューアルオープンした広河原山荘があります。ここで宿泊し、翌朝早くから北岳目指すのもあり、下山後軽食をテラスで食べるのもいいかもしれません。まずは最初のチェックポイント、白根御池小屋を目指します。北岳方面、左で、橋を渡ります。今気温が15度ぐらいですね。ちょうどいい感じ、この格好でちょうどいい感じです。お、橋揺れる。お、いい天気だな。北岳の肩の小屋までコースタイムでだいたい6時間ぐらいですね。で、もうほぼ樹林帯の急登歩きになります。で、今日は草滑りから行くか右股から行くか今悩んでるんですけど、ちょうどね、今多分高山植物いろいろ咲いてると思うので、右股コースで行きは行こうかなと思います。今歩き始めて15分ぐらいです。比較的ね、緩い感じのところを上がってます。で、今日はね、この北岳にした理由なんですけど、インスタグラマーグラムでね、活躍されてる美穂さんという方の、インスタの投稿で北岳のしおりというのを配布していただいておりまして、今日それをね、ちょっと見ていきながら参考にしながら登っていこうかなというふうにちょっと今日はね思ってます。美穂さんは登山 YouTuber のりょうじさんのチャンネルでたまにね出演されてる方になります。彼女もいろんな山に行ってて、すごい健脚の子なんで参考にしていいかどうかっていうところもあるんですけど、皆さんもねぜひ美穂さんのインスタグラムチェックしてみてはいかがと思います。
ちゃくちゃしんどいっす。よいしょ。で、疲れてくるとバランスが後ろに取られちゃうので、怖い。とりあえずもうちょっと頑張ります。よいしょ。2つ目のベンチ到着。歩き始めて1時間40分ぐらいですね。よいしょ。もう日が当たるんで失礼します。落石注意エリアですね。ここはさっさと抜けていきます。あ、日向来るとすごい暑さだな。雰囲気なんか小屋に近いくなってきてる気がするな。まだかな。しばらくね、ちょっと登ったり下ったり、登ったり平坦な道が出てきたり、あ、見えてきた。はい、到着。ちょっとここでね、お腹空いたんでちょっと朝ごはん食べたいと思います。登山口からひたすら樹林帯を歩くこと3時間。予定より大幅に遅れて到着しました。北岳の麓にある白根御池小屋は北岳を目指す人のオアシス的な存在。軽食時間では名物のカレーやダブルアイスを食べることができます。またトイレも完備されており、映像にはありませんが水場もあります。小屋の周辺には80張りまで張れるテント場があり、天気が良ければ早朝には白根御池から逆さ北岳を見ることができます。ねえ、その間ないから。ないよ。今日はファミリーマートのお稲荷さんです。いただきます。くるくるならいいなと思って。あ、そうだよね、くるくるがいい。私じゃないとちょっとな。ソフトが良かったけどね。あとあそこに見えてるんですよね。絶対きついよ、この距離感で。あの高さだからね、絶対きついと思う。体力もわかんないけど頑張ります。御池のこのテント場からですね、分岐になります。草滑りコースと右股コースですね。迂回のコースになるかな。草滑りは急斜面の連続ということです。右股コースから行きたいと思います。右股コースずっと平らだといいんですけど、そんなはずはないんですが、出だしはしばらくね、平らの道が続いてます。ずいぶん下ってます。ここは雪渓を行かず、雪渓の手前右ですね。雪渓を行くと、八本場のホルの方に行くということです。肩の小屋はこっちですね。行きます。はい、ここからね、一気に急登になります。ここを上がっていきます。よし、頑張ります。よいしょ。しっ、怖いな。もう言葉が出てこない。心拍数が爆上がりで喋れないです。なんか白馬大雪渓に似てる感じ。尾根まで直行してるみたいな、そんなコース。怖いな、しんどい。これほんとしんどいわ。これ槍ヶ岳大丈夫かな、ね、まあ綺麗だ。おー、
鳳凰三山。よくバッチリ丸見え。フェイスがすごいダウンしました。2時までつけるのかな。ここならね、例えば撤退って言って、で大池小屋まで戻れると思うんで、避難場所があるからいいかもしれない。はい、実はね、途中で追い抜かれました、こちらの二人に。いやいや、ダンちゃん夫婦です。ダンちゃん夫婦です。たかしです。リオです。追い抜かれまして、今ここで12時になったところなんですけど、まだ草滑りの合流までまだまだちょっとあるんですが、ちょっといいスペース見つけたので、ここでランチタイム。ランチタイム、イエーイ。ランチパーク。いやー、すごい、ほんときついね、うん、でもまだほんと草滑りのがもっときつかったと思います、うんうんうん、明日帰りに通る、うん、通る。でも草滑りはもう降りるだけでしょ、うん、で距離も短いし、うん、もう足の力がなくて結構滑っちゃって、はいはいはい、一人で叫んでましたもん、もう30分休んじゃいました。シャリバテはやっぱね、体力続かない。じゃあ合流地点に向けてレッツゴー、頑張りましょう、はい、なんだか開けてるところに出ました。日が遮るものがない。こっから体力まだどんどん奪われちゃうね。鳳凰三山の向こう側までが見えるようになった。すごい、いや絶景だけど疲れる。はい、まもなく草滑りの合流地点に着きます。さあ、ここからウォーリュー到着。はい、片の小屋、50分大池1時間20分いや、こっちに行くと大池です。時間が1時半、順調に行って3時ぐらい到着かな。高見さん、久しぶりの合流、やっと着きました。こんにちは。これきついですよね、こっちもね。もうしんどくて心が折れかけているんで。わかります。折れかけてるんですか。もう折れてます。わかります。そこまで行ったらもう楽しいですって言い聞かせてるんですけど、はい、果たしてそんな そんなやり取りばっかりだもんね。絶対ばっかりしてるんですよ。騙されたな。ここいい集会だなと思って、ね、大池小屋がゴールになっちゃってるみたいな。もう帰りたくてしょうがないんで。これ行っちゃうと俺らしくないんですよ。草滑りとの合流で足が止まるおじさん。このまま撤退をして知らねお池小屋で転泊か、はたまた肩の小屋を目指すのか、続きは次回。心が動くね。